今回は奈良さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。元独立リーガー、埼玉武蔵ヒートベアーズから、福島レッドホープ、そして神奈川フューチャードリームスで、活躍されていた方でして、本日はこちらビヨンドマックスレガシーメタルを実際に打っていただきたいと思います。うわ、入った。よしよしよし。今の基準で低い、低いけども、うわー3段目。軟式ってどうなんだろう、やっぱこう今ってこう若干最後ヘッドが返ってなくて、うん、個人的にはこう最終的にこう返って打ちたいから、でそうやって打つ、どういうイメージで打ってるんですか。そうですね、やっぱ変える瞬間、変える瞬間に当たるのが一番いいかなって、はい、ちょっと一回引っ張ってもいいですか。あ、はい、いいです。ほら、やっぱこれだこの入ったところがいい。そう、変えるぐらいがいい。そっち、あ、こっち行った。障害のとこ行った。いやいやいや、今の低さでもやっぱ距離出る。あ、それはやばい、これはやばい。余裕だ。分かったことがある。何ですか。めっちゃ飛ぶめっちゃ飛ぶMM の方がいいって言ったけど、やばいっすよ。飛ぶ。いつもまで、いつもまで行きました。1球しかないの、これね、飛んじゃったら大丈夫ですよ、怒られるかも。案件じゃないから大丈夫いや、すあ、まさか。いいな、力強い。そっちのやっぱ合う合わない、やっぱ人それぞれ。そうっすね、かもしれない。そうっすね。一番のバットは上級者向けの、なんか中級者にはやっぱ中級者軟式中級者はでもそれぞれでやっぱ合う合わないありますね。なんだろう、結構長さをこだわってたから、うん、遠心力でこうっていう感じではな、このヘッドのこの、あ、ヘッド使ってっていう感じだから。なるほど。ただこれ打った瞬間のこの初速は全然違う気がする。おー、じゃあ今所属してるチームさんでもしバットが導入されたら進めようと思いますか、メンバーに。進めます。先に打ってるじゃないですかね、多分メンバーを。進めます。進めます。であと調子悪くなると短いの使いたくなるんでその時はもう絶対使う。やばっ。やっぱこういう打球いいですね。これぐらいの方が個人的には、うん、憲法的にもいいですね。憲法的にもいい。憲法が多い人は大忙しです。だから思いっきり打っても軽く打っても変わんないね。マジですか。やばい。やばい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 。やばい。それやばい。大久保、来て。お願いします。やばい。そう、やっぱ俺、野球、あの、し、心理的にいい球来たって打席で思うじゃないですか。はい、今真っ白だったじゃん。来たと思ってしまったそれがミスショットにつながってる気持ち入っちゃった。ほんま1秒の喜びってやつゲンダム1ミリみたいに言うね。あ、くそー。うわ、伸びる。わーお、これ上段いきそう。やば、ドライブが。
それがみんな最初落ちるやつです。そうっす。やばい、これはやばいの来た。すごい奥まで、ほんと。なんか打ち方になんか公式打ち、軟式打ちって分けたりしてますか？僕は現役の時と打ち方も全く変えてない、変えずにやってます。あ、マジ？こんなレベルスイング公式やるじゃないですか、はい、それは今やってますか？何回か今撮影で。あ、やってます。そういう時って結構低い弾道で感じですか？変わんないですか？なんだろう、最終的に ここの結果というか、うん、ここがボールのどの高さを打つかによって変わってるだけだから、あんまり意識はしてない。意識しない、全部同じような。あ、これ来たんじゃない、これ取って、うわ、来ました。最終的にこうしなって出てくる時間が全部絶対バッと違うじゃないですか。でそれが分かれば MM よりちょっと早めに出した方が間に合うから。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアシャさあ、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。